こんにちは、土の子です。さあ、ライコーのスキル上げやっていきましょうか。ライコーは、マックスレベルアップを落とすとあるので、まあ僕が今回ね紹介する何回かちょっとやりますが、中で落ちてくれるといいな。でね、ライコーのスキル上げができるので5つの力よりですねバリア消しプラスの方がいいよね、どう考えても。電気タイプのバリア消しプラスは確かに全然いないので使えますよね。これは使っといた方がいいか。これからねたくさん出てくれることを信じて、スキルチェンジ、こういう風に使っていきたいと思います。バリア消しプラスに変化。さあ、能力を変更します。やっちゃった。ついでに、マックスレベルアップを落とすみたいなんでね、マックスレベルアップも1個使っときましょう。さあ、レベルが上がって、あと1890で1レベル上がるみたい。まあ当分はこれでいきましょう。で、ライコーステージにライコー出てくるみたいなんで、そしてねバリアもあるステージみたいなので、これで頑張ってみましょうか。ちょっとガチで上げようと思ったんだけど、なかなかね時間がなくて3までしか上げてません、ランドロス。これでもねアップダウンの、倍率が高いところまで行けば5松とかだとね相当なダメージが入ると思います。で、今回ねメガレックーザでもいいと思うんだけど、ゲンガーを使いました。なんでかというと、ランドロスのね5松とかレックーザだとね、ランドロスとか、まあ、ライコを消してしまうので、まあ、ゲンガーを消して5松4松ができやすい形になるといいなという願いを込めてゲンガーにしています。じゃあ行ってみましょう。さてさて、まずはバリアにしてきましたね。ちょっと4マッチがないので苦しいですけど、一応バリア消しをやっとこうか。バリア消しは失敗。さて、ここでバリア消しして、さらにバリア消し来い。あー、バリア消しは失敗。よし、ゲンガーをメガ進化させて、いけ。ライコに変えてくれるお邪魔はもう全然驚異的ではないですね。お、スキルパワーを落としました。さあ、ランドロス、アップダウン発生せず、アップダウンの発動率は関係ないですよね。あ、でも全然楽勝です。あんまり考える必要もないですね。さあ、1個ゲットしてどんぐらいかかるかな。まあ5回ですね。さあ、じゃあちょっと周回していきましょう。はい、何も落とさない。また出ずでした。よし、1個出たね。やっぱね、ライコーのバリア消しが結構、効いてね、かなり楽に倒せます。今までのスキル上げで一番楽かも。よし、お金がどんどん減ってくけどね、1回400だから。よし、いいぞ。まだまだ落ちれるよ、多分。一番最初で落ちてくれたね。はい、1つゲットでした。よし、出るね、いいね。マックスレベルアップはさすがに絞ってあるかな。これでスキルパワーがレベル1個上がった。発動率アップ、いいね。あー、出なくなってきたな。はい、また出ず。いやー、一気に出なくなってきた。やっべえぞ。よし、出た。久しぶりだな。オッケー、オッケー。
結構ありそう。15個とか20個とかかな。よし、出るときは結構連続して出るね。よし、いいよいいよ、いいね。ダンドロス強えわ。いや出ないね。よし、いいよ。さあマックスレベルアップ来い。落ちろ。落ちないか。よし、いやなかなか上がんないね本当。よしよし、マックスレベルアップではないけど2個目ゲット。初めてだね2個出たの。来い、もう1個もう1個出てこい。ダメか、さすがに。うん、ようやく3分の1か。よし、オッケーオッケー。モチベーション下がっちゃうからね、全然出ないと。1個でも出てくれたらありがたいです。よし、おっと、いいね。いやー、おーおっと、びっくり。ミッションカード9にしてたら、22コンボ、22コンボぴったりになってたみたい、勝手に。3つゲットしちゃった。はい、ですね、ライコーの方、今ですね、1時間チャレンジしました。1時間チャレンジして、スキルパワーは、レベル2のね、半分よりちょっと少ない感じ。まで上がることできました。マックスレベルアップの方はね1個も出ず、何回チャレンジしたかちょっと覚えてないけど、今ね録画時間はぴったり1時間。お金はだいぶ減っちゃいましたね。やっぱりできる回数が多い分お金の減りも早い感じです。ただこのパーティーでねもう余裕を持って勝てるので、今までにないね簡単な周回になると思います。なのでコインの減りは早いけど、まあ、周回自体はそんなに苦しくはないかな。ということでトルネロスに続いてねマックスレベルアップもウハウハというわけにはいかず、1時間頑張ってもマックスレベルアップは出現しませんでした。皆さんはライコーでマックスレベルアップ出現しましたか？どうだったでしょうか？よかったらね教えてください。それじゃあ土の子でした。